はい、皆さんこんにちは、マンダルグルビジです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ続きをやっていきたいと思います。今回のベリーハードチャレンジはティアンム提督のシナリオを使っています。そこに木星に行かなかったシロッコというふうに題してですね、シロッコと同じくね、ダブルゼータの最後に木星に行ったジュドルール化を歴史介入させてのチャレンジ企画になります。ただし前回はですね、マフティニューガンダムを歴史介入させてベリーハードチャレンジを行ったんですけども、中盤以降ヌルヌルのゲームになってしまったので、今回はモビルスーツモビルアーマーの歴史介入なし、パイロットのみの介入という形で進めています。ではゲームの方を始めていきましょう。前回ですね、ソロモンの攻略戦を行いました。ここでドズルザビ中将の乗るビグザムを撃破して制圧を完了しています。この後なんですけども、レベル将軍からの命令でこのゴールポイントに部隊を派遣する必要がありますので、ここに部隊を置きます。で、ここに1ターン以上部隊を駐留させる必要がありますので、ここにまず部隊を1つだけ向かわせます。主力部隊はソロモンから脱出した敵の残存部隊、さらにグラナダから発進したキシリアの増援、これの迎撃戦に入っていきます。では部隊出撃させていきます。で、その前に戦略メニューからですね、妖精、これソロモン攻略した後できるようになりましたので、フルアーマーガンダム、これはシロッコ用に、プロトガンダム、これはヤザン用に妖精を行っています。その他はジムコマンドの宇宙戦士用ですね、これを妖精してあります。では部隊ソロモンから発進していきましょう。ではマップ確認しておきます。まずレベル艦隊がここにあります。レベル将軍もここにいますね。で、レベル将軍の進軍ルート上にここにザンジバルがいるんですけども、このザンジバルおそらくシャア、そしてララのエルメスだと思われます。で、我々はですね、シナプス艦長にボールを6ユニット乗せて、このまま南下、このゴール地点を目指してもらいたいと思います。その他の部隊は、まずはソロモンの残存部隊、さらにキシリアの増援艦隊、これと交戦していきます。で、アムロ、そしてホワイトベースのブライト、これはね、撃破されないように気をつけていきましょう。で、まあネタバレにはなりますが、この後ですね、拠点にゴール地点として到達するとソーラーレイが発射されて、レベル将軍が戦死して、ティアンブが大将に昇格、総帥モードに移行しますので、それまでの間にアムロ、ホワイトベースのブライトが撃破されないようにね、命令ポイントはね、うまく使っていきたいと思います。要請していたジムコマンド宇宙戦士用が、6ユニット到着してます。この次のターンでね、プロトガンダムとフルアーマーガンダム入ってきますので、さらに要請しておきましょう。ガンダムピクシー欲しいんですけどね、これ運動性能50という、まあ、破格の性能を持ってるんですけど、残念ながら宇宙で戦えないので、これの要請はやめましょう。フルアーマーガンダムもう一機要請します。ルール化用です。その他はこのターンでアムロの命令は必要ないと思いますので、ジムコンダム宇宙戦士用を要請しておきます。地上にはジオン軍の重要拠点はないので、もうモビルスーツが地上で生産されるということはないと思います。このまましばらくの間はコンピューターの方にね、任せておいて大丈夫かなというところですね。これはリードがマクベに挑んだ戦いでしたね。ここはバニング隊の部隊です。ちょっとバニング隊の部隊消耗したので、もしかしたら次、やられてしまうものが出てくるかもしれないですね。ヤザンももう1ミリぐらいしか残ってなかったので、次のターンの攻撃でちょっとまずいかもしれないな。ここはジム指揮官機に乗ったジャックが撃破されてます。このヤザンもちょっと持たなかったですね。まあ、ただヤザンはこの後プロトガンダムに乗ってもらいたいと思いますので、このまま
進撃は続けていきましょう。ではまずはフルアーマーガンダムの方でね、ここにシロッコ帰ってきましたので、シロッコ乗ってもらいます。あとはサラミスには偏見艦長乗ってもらいましょう。その他でいうとジムコマンド宇宙船仕様の方では、せっかくなんでね、余っているアダメに乗ってもらいましょうか。で、プロトガンダム余らせてしまっているのはちょっともったいないんですけども、この後ね、ヤザン乗せていきたいので、このままパイロットなしで出撃させて、ヤザンが戦列に復帰したら即座にプロトガンダムに乗ってもらえるように取り計らっていきたいと思います。ここにギャン乗った大佐になっているマクベがいますね。これは撃破しておきたいかな。さらにグアジンにはバロムが乗っています。バロムはグアジン乗ってるんですね。大佐です。そしてウラガン、これはチベに乗っています。このあたりもね、撃破を進めていきましょう。アムロは今ここです。で、先行しているシュナプス艦長のマゼランなんですが、ボールを伴って今中間地点ぐらいまでやってきましたね。このままなんとかゴール地点に入っちゃいましょう。バスクはガンタンク2に乗ってるんだな。ルールカがリックドムを撃破。ここはフルアーマーガンダムのシロッコですね。マクベを撃破してくれています。まあ、大佐のマクベ倒すんだったらプロトガンダム、まあ先ほどはね、ヤザン来るまで乗せずにやりましょうって話しましたけど、誰か乗せてれば大幅に功績ポイントを稼げたかもしれないですね。報告します。ネビル将軍率いる第一大隊から作戦ポイントの進出を急げと再度通達があります。はい、ネビル将軍から最速入っていますので、このままシュナプス艦長のマゼランだけ先行させます。その他は冒頭よりお話している通りですね、キシリアの増援艦隊との構成に入っていきましょう。フルアーマーガンダムもう一機要請届いています。ではこのウラガンのチベに対してはジュドウがチームライトアーマーに乗って出てきてくれますので、これを使っていきます。さらにシロッコもここで使っていきましょう。シロッコのどうだろうな、フルアーマーガンダム格闘持ってないので3列目以降4列目に下げましょう。んブルーディスティニー3号機か、2号機もいるな。このあたり欲しいですけどね。先ほど話した通り、割とこの後すぐに送水モードに入って使えるようになるので、まあ、あえて編入させる必要はないかな。今持っているジムコマンド宇宙船仕様、これ主力として使ってなんとか乗り切っていきましょう。楽しみですね、この後使えるようになるっていうのが。ウラガンは受動が撃破してます。バロムのグアジェもルール化が撃破しています。功績値ゲットですね。これでほとんどのグラナダからのキシリアの増援艦隊は撃破完了したと思いますので、この後はですね、シナプス艦長のマゼランは引き続きゴール地点へ向かってもらって、主力部隊はバオア空方面へと向かっていきます。ではゴール地点にシナプス艦長入りました。これで1ターン以上でここに駐留できれば目標は達成できるかなと思います。で、ティアンム中将の主力艦隊はちょうど今ソロモンとアーバーオークーの中間地点ぐらいまでね、進行を進めてきています。なのでこのまま1ターンシナプス艦長がこのゴール地点を死守してくれれば、バオアクードで攻略作戦に入っていけるかなと思いますので、このままティアム中将の主力部隊はバオアクード方面へ向かってもらいます。ここにゼーゴフラッシュ機影が見えるので、これがどこに置かれるかというのはね、気をつけて見ておきたいと思います。マップ攻撃食らうとひとたまりもないですからね。作戦ポイントへの到達を確認しました。ネビル将軍からの命令をお待ちください。はい、まずは作戦ポイント到達というのはできましたので、レビル将軍からの命令待ちになります。この間もティアンム中将の主力艦隊は南下を続けてアーバワ空方面へ入っていきます。ここにゼーゴックいるので、これ
まあ、ちょっと危険はありますけども、ヤザンは早速プロトタイプガンダムに乗ってうずうずしているところだと思いますので、早速ですねこのゼーゴクの撃破に出てもらいましょう。その他ジャックとルール化もフルアーマーガンダム受領しましたので乗ってもらっています。シナプス艦長ですけども、まあ、問題はないと思うんですけども、一応ですね、周りにボールを出して、ボールの結界を張りました。これで万万が一ね、敵に肉薄されたとしても、シナプス艦長が直接格闘攻撃を受けることがないように工夫をしています。では、時間を進めて、次のイベントへと進んでいきましょう。ゼーゴクはヤザンが撃破してます。ヤザン、シロッコ、ジュド、この辺りはどんどんレベリングしてですね、今回ベリーハードではあるもののオーバーエイジのユニットは作っていませんので、パイロットのレベリングでカバーしていきたいと思います。ヤザンが攻撃受けるな。これをまあでも反撃しておきましょう、まあ、撃破されるようなシチュエーションではないと思います。大丈夫だね。まあキャラなしのジムが撃破されましたけど、まあこれは計算のうちということにしておきたいと思います。ではイベント進みます。レビル将軍率いる第一大隊がジオンの新兵器の攻撃を受けたようです。ジャブロー本部からの報告書をご確認ください。ソーラレイ被害報告。レビル将軍機下の第一大隊がジオン軍の新兵器ソーラレイの攻撃により壊滅的なダメージを受けました。この攻撃で機関フェーベは撃沈、強沈、レビル将軍も名誉の戦死を遂げられたということですね。まさかレビル将軍が、我が軍は失ってはならない人物を失ってしまったようだな。はい、我々はこれからどうすればいいのでしょうか。軍人にできることは戦うことだけだ。レビル将軍や死んでいった将兵のためにも我々は前に進まねばならん。ディアム提督、ジャブロー本部から緊急通信です。英雄レビル死す。その訃報は第一大隊が受けたダメージ以上に連邦軍に大きな衝撃を与えた。だがここで戦いを止めることはできない。ジャブロー本部はもう一人の英雄ティアンヌ提督を総司令官に任命する。ティアンヌは連邦勝利のため盟友レビルの志を無にしないためにその重責を負い戦うことを決意する。戦いは新たな局面を迎えようとしていた。ティアンヌ提督、あなたならば連邦を勝利に導いてくれると信じております。私には過ぎた役目だが、できる限りの努力はするつもりだ。協力してもらえるとありがたい。はい、これでティアムが総司令官就任。ここからは総帥モードへと移行していきます。提督、ジャブロー本部から星1号作戦の作戦内容に関して新たな指示が届きました。ご確認ください。星1号作戦再開。第一大隊の損害とソーラレイ再発射のリスクを勘案した結果、現時点の星はア・バーワクーが最良であると判断しました。レベル将軍の戦死によって本来の星は不明ですが、ジョン軍に時間を与えてはなりません。ア・バーワクー攻略作戦を発動、星1号作戦を再開してくださいということで通達が入っています。準備が整い次第星1号作戦を開始する。艦隊の再編を急がなくてはならんが。参謀部より特別作戦が提案されています。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。はい、ここからはもうおなじみのね、総帥総司令官モードというところに入ってきています。なので画面の右上にはポイントではなくて資金と資源が表示されているという状態です。
では今回はキリがいいのでここまでにさせていただいて、次回ですね、ご覧のアバオアクーの攻防戦へと入っていきたいというふうに思います。もちろんですね、もうアムロなんかも自分で動かせるようになりましたので、うまくですねこのホワイトベース隊、特にアムロ、ブライト、このあたりを使って、アバオアクーの攻防戦戦っていければいいかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。